ミッドナイト競輪インコクラ竹吉へオッズパーク杯開催2日目第1レース A 級ガールズ予選の2組目の対戦メンバーが発走台の前に出揃いました。距離1625メートル4周回で争われます。レース形態先頭固定先頭移動員佐々木翔一選手です。では対戦メンバー1番車から順にご紹介いたしましょう。1番は東京中村ゆかり、2番静岡小川美咲、3番大阪門脇真由美、4番車愛知松井明子、5番東京石井弘子、6番石川越田恵美子、7番神奈川佐藤明子。以上7名での対戦です。では第1レース中日のオープニングカードピックアップメンバー順にご紹介いたしましょう。まずはやはり人気しました5番の石井でありましょう。発走します。オープニングカード連日の人気に応えることになるんでしょうか。昨日は先に仕掛けた荒牧里美を内から盛り返していく走りでありました。そして大枠1番車は中村です。昨日は先行スタイルの奥井文に突っ張る構え強く見せて前々を意識の走りでありました1番車の中村ゆかり、そして7番の佐藤脇子、予選1昨日の競争では外を踏んではいけませんでしたが、中身の競争奮起の走りとなりましょうか。さて先頭移動員佐々木選手は4コーナーカーブを回りました。まもなく発走となります。さあ5号になりまして第1レース発走いたしました。さあまずは注目の前通り1番車2番車5番車にさらに外からは7番の佐藤脇子も行きます。さあ7番の佐藤が現在先頭誘導員との差を詰めていっているようです。1番車の中村ゆかりが2番手、そして人気5番の石井弘子、初手のポジションは3番手となるんでしょうか。今は中村の後ろに2番の小川美咲がその後ろ、3番車の門脇真由美が5番手で、4番の松井明子、そして最高峰6番の越田恵美子。どうやらこの並びで初手のポジションは落ち着いた模様です。改めまして先頭移動員その後ろから7番1番5番2番3番4番6番で落ち着いております。4コーナーカーブを回りまして競争は2周回目に入ろうかというところです。さあ前を取りました7番の佐藤脇子、昨日の競争では内に詰まって思うような走りは見せられませんでした。とはいえ3着での初日の競争でありました。1番の中村ゆかりが2番手からの競争です。さあ動き見ながら流れを引き寄せる走りを見せるのかどうか、そしてやはり注目5番の石井弘子、昨日の白星で小倉バンクの連勝記録さらに伸ばしてというところでありましたが、その後ろに2番の小川美咲がつけています。さあ昨日は小市求めて動いていきました。3番の門脇真由美は5番手からの組み立て、自力も繰り出してくるのか、さらには4番の松井に最後尾、6番残した。さあ残り 800m を切りました。縦1列隊列に今のところ変化はありません。1センターから2コーナー、さあ誰から動くのか。前から2番目のポジションを取っている1番の中村、その後ろ3番手にいるのが5番の石井弘子。さあ鐘が入りました。誘導が退避します。3コーナーから2センターに動きはない。7番の佐藤脇子はこのまま主導権を取ってということになりそうです。さあレースは最終周回に入りました。7番の佐藤脇子、その後ろにぴったりつけての1番の中村ゆかり、そして5番の石井弘子がどこで動いていくか。1コーナー踏んでいった。さあ2コーナーからバックストレッチ、車間を切っていた2番手1番の中村ゆかりもそれにタイミング合わせるようにして番手から繰り出していきます。3コーナーから2センター1番の中村、その後ろ5番の石井、さらにその後ろ3番手に2番の小川美咲、直線コース入りました。5番の石井がここは1番の中村を捉えて5番1番、そして2番の小川が3着到達。5番の石井に1番の中村、好相性のバンク5番の石井弘子、連日の